美観地区からちょっと歩いたところにこのラーメン屋さんが目に入ったので、博多ラーメンの店ですね。ここで、夕飯も済ましちゃおうかなと思います。まあ、倉敷で博多ラーメンもどうかなという気はしますが、モルツ生ビールオール390円ですよ。メニューこんな感じですね。本格茶ラーメンセット、餃子セットがあるので、最初に餃子を食べてから、実際にラーメン食べるときにまた餃子を頼もうかなと。牛串揚げ、枝豆もやるな。牛串揚げにする？日本安いね、うん、モルツ来ました。ではお疲れでした。遠かったね。遠かったけど、まあ今日は充実してました。はい、充実してましたね。餃子来ました。羽根付きです。じゃあやっちゃってください。パリパリですね。熱そうです。あ、続けて食べています。美味しいようです。喋れません。まあ無理して食レポしなくていいです。で、秘伝のね、餃子のタレがあったんで、それを、違いを、はい、違いを、うん、ごま、あ、これね、うん、ごまのていうか、ごまラー油で、うん、ごまラー油あえてるのかな、なんか、うん、何を味噌とごまラー油、あー、だそうです。手羽先頼みましたが、この巨大さに驚いております。本当にこの値段なんですか？ちょっとびっくりですが、650円ですよ、3つで。美味しい。ビールが進みそうですか？めちゃくちゃ進む。ありがとう。はい、ここはおっかけ冷麺、ダメさん。量がちょっと恐ろしいです。倉敷国際ホテルまで戻ってきました。ここまでで48分、 1.91 キロでした。いや、夕飯が思ったよりもとても美味しくて、満足しました。はい、諦めずにいろいろ探してみるのが良かったなと。はい、おだ、はい、おばあは今からおもちゃ王国まで走っていくそうです。では戻ります。